パズドラ究極攻略 TV をご覧の皆様、こんにちは。ゼウスディオス降臨超地獄級に、アテナパーティー、まあ、神タイプ求愛ですねの編成で調整していこうかなと思います。はい、リーダーアテナで、サブイザナギ、アポロン、バーチェ、メイメイ、アテナですね。イザナギの枠はパズドラ部屋でも多分代用できるんじゃないかなと勝手に思ってます。微妙だな、 1.5 でいけるかな。まあ、とりあえずやっていきます。はい、このパーティーのちょっとね弱いところとしては初ターン変換できないところなんですね。はい、こういう時なんですけど、まずダークネスフラッシュと、超ファイアバインドがきますということで、聖地込みのコンボしていきます。聖地込み、そうですね、縦こんな感じかな。あららららら、ちょっとあれだ。おマジか。ここでバーチ使って、あ、これ多分両方倒しちゃったかも。両方倒してモーター。バーチと、バーチも一応ね2体攻撃を1個持ってます。これで撃破です。はい、よし。で、エンジェルはちょっとこのアポロンのですね、そのファイアバインドを回復させたいっていうところもあるんですけど、ちょっとね、ウィークポイントとしてバインド回復の覚醒を持ってるモンスターがいないんですね。ご覧の通り。はい。なので、まぁ、ちょっとここで軽く、イチャつきます。ただまぁ、この HP の高さっていうのがすごくいいとこでですね、やっぱり。で、ちょっとやばいので、狙いはリザレクションなんですけど、よし完璧。あんまり強くね殴りすぎると倒してしまうので、ちょっとだけ注意しつつ、そこが怖いですね、やっぱり。お、いいね。邪魔ドロップを、ここなんですけど、本来バーチャの変換を使って一気に畳みかけたいんですけれども、あんまりね変換してもあんまり良さそうなんじゃないので、とりあえず一旦、処理します。ここでバーチェの変換をちょっと使って、本来ドロップ強化で一気に倒しに行きたいところなんですけれども、 HP 的に、ちょっと難があるというか、ゼウスの先制を受けれないので、ちょっと7割ぐらいまで減らします。あ、これ回復できた。でも OK ですね、これで。
大丈夫かな、ちょっと聞いてるかもしれないです。はい、ここでスキル全開をします。メイメイ、アポロン、イザナギで、アテナで、ちょっとね、あんまりいい具合に分割できそうにないので、まあとりあえず適当ですかね。でもこういう感じで、はい、撃破ですね。いや、やっぱりこのアテナの HP のがちょっとほんの少し上がると、まあ2体攻撃がついたことで、ここのダンジョンすごくあの攻略しやすくなりましたね。てか、まあ攻略できるようになりましたね、アテナパーティーで。まあかなりね、今のところ、5周ぐらいで全部ノコンクリアできてるので、それなりに安定した、攻略ができるんじゃないかなと思います。まあ多分もうちょっとメンツ入れ、手こ入れする方がいいかなとは思うところがあるんですけれども、まあまあ十分、この編成でやっていきますね。はい、以上、アテナパーティーでの、セウスティオス降臨超地獄級でございました。ご視聴ありがとうございます。バイバイ。どうもご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら。スマホの方は動画概要欄のリンクからチャンネル登録をよろしく。